はい、といととうことで今日はですね、ジャニーズ関係なんですけれども、でも今日はね、メインがですね、まあ、ジャニーズなんですけれども、綾瀬はるかと、そしてですね、あのね、ジャニーズタレントが熱愛発覚ってやつですね。で、これね、何がすごくかっていうと、なんとこれ、認めちゃってるんですよね。すごいんですよね。そして、あと他にもですね、これね、桜井翔が五輪のキャスター選ばれてるんですけれども、なんとこれがですね、現地に行って、でもね、現地に行ったがゆえに、これがですね、キャスターをね、降板するかもしれないって、そういう危機があるって話なんですよね。そして、あと他にもですね、 警察が24時間テレビを潰しにかかってたりとか、そして手越しくんがちょっとね、かわいそうっていう感じなんですよね。そんな話あります。はい。ということで、もうさっさとね、始めていきたいんですけれども、これがですね、今日のね、11時に出たニュースなんですけれども、ちょっとこれすごかったんですよね。これがですね、女性セブンがですね、なんとこれ、綾瀬はるかと、そしてジャニーズの、まあ、スタートですよね。スタート所属の、そしてね、ストーンズのメンバーのジェシー。これが、 熱愛発覚って出したんですよ。これちょっとすごいんですよ。いろいろこれが。まずこれがですね、綾瀬はるかがね、39歳。そしてジェシーがですね、28歳。ちょうどですね、一回り違うんですけれども。で、これね、二人の出会いがですね、2022年の映画、リボルバー・リリーってやったんですよ。これ。これですけど。なんかね、リボルバー・リリーってあるからね、なんかこう打つんでしょうね。まあそういった映画なんですよ。で、これね、この映画がですね、1924年の東京が舞台で、でですね、アクションサスペンスだと。そしてこれね、綾瀬はるかがですね、 元スパイ役で、で、ジェシーがですね、ここ、ここいますよね。1人だけこれ、軍人みたいな人いますよね。これなんですよね。で、これ、役柄がですね、シベリア帰りの陸軍大佐だったらしいんですよね。で、だから、どうも2人はですね、これね、敵対する役で、映画の中では何度もね、戦うそうなんですよ。だからこれね、2人が主演のラブストーリーとかじゃないんですよね。で、このね、映画がですね、撮影が全部終わった、だからクランクアップの後ですね、その後ですね、2人がですね、個人的に連絡を取るようになったらしいんですよね。 これ、記事によるとなんですけどもね。で、そしてです、ねこれね、芸能関係者の証言では、すぐですね、付き合った感じではなくて、これがですね、何回も個室のお店で、何度もこう、ご飯を食べに行ったりとかして、ゆっくりと距離が縮まったって書いてありましたね。で、そしてです、ねこれね、綾瀬はるかっていうと、何度かね、熱愛報道出てますよね。で、これ、例えばですね、過去にこれ、大沢か夫とか、あとね、松坂桃李とか、そして、韓国人俳優の野ミぬさんとかですね。 ただね、これ面白かったのは、綾瀬はるかですね、これ全部ね、今の3人とか全部ですね、交際はね、否定してるんですよ。例えばこれがですね、2010年大沢隆夫が、これね、大沢隆夫の自宅に行ったのをフライデーされてるんですよ。綾瀬はるかが大沢隆夫の家に行ったと。で、これね、どんな感じで否定してるかっていうと、綾瀬はるかの所属事務所も、大沢隆夫の所属事務所も、これがですね、役者の先輩と後輩だけの関係だっていうふうに否定したんですよ。まあね、なわけないだろうってね、思うと思うんですけれども、ね、信じないですよね。で、あとね、 2015年、日刊スポーツがですね、松坂桃李との熱愛発覚報道したんですよ。で、これですね、またちょっと違った感じで、二人ともがですね、タレント自らイベントで友達ですって交際を否定してるんですよね。そして、2020年、これがですね、韓国人俳優ののミヌさんとの国際恋愛が報道されて、で、これがですね、綾瀬はるからの事務所が友人ですが、それ以上の関係ではありませんって言ったり、そして本人もイベントで交際は全くありませんと直接否定っていうね、 これも多分ね、付き合ってたと思うんですけれども、まあ、そんな感じで、今までね、これ、一回も綾瀬春かは熱愛報道を認めてないんですよ。で、まあだからこそね、今回すごいね、びっくりしたんですけれども、今回これがまさかのですね、これ。綾瀬るかの事務所に聞くと、こういった返答。プライベートは本人に任せております。と回答。なんと、まあ初めてぐらいですね、否定しなかったと。そして、そしてですよ、もっとびっくりしたのはこっちだったっていう。<laughs> これがですね、だからね、スタート。 ジャニーズのタレントのジェシーですけれども、これがですね、スタートじゃなくて、ジェシーの個人事務所の方から返信があってですね、だからもう本人がね、本人が返信してると間違いないんですけど、これね、すごいですよ。ジェシーが出した声明、返答っていうのがこんな感じ。プライベートお任せください。長くさせていただいております、ズドン。いや、これ、本当なんですよ、これ。このね、返してきたメッセージの中に、ズドンって入ってるんですよ、これ。 だからね、こう、ハートを射抜かれたみたいな感じなんですかね。射抜いたって感じかな。射抜いたって感じです、多分ね。でもね、これ、当然ですね、これ、普通にね、常識で考えたら、綾瀬はるかの方に許可を取ってないと、ね、そちらに許可取ってないと、こんなね、交際認めてみたいなことね、そんなメッセージ返せないですよね。これ、偉いことですもんね。っていうかね、その前にこれ、なんか、アイドルっていう仕事のジェシーの方が、交際はですね、否定した方がいいんじゃないのかって、個人的にはちょっと思うんですけどね。なんか、すごいなっていうね。 これ何でしょうこれでも。結婚とかね、考えてるってことなんですからね。ただ、ジェシーって言ったらね、28歳なんですよ。どうなのかなって感じですよね。あとこれね、ジェシーが所属してるストーンズですけれども、これね、ストーンズをまだまだこれからですね、こう、スノーマンとか抜き返して、で、上に行かないといけないと思うんですけれども、だからこれ、どうなんですかこれ。同じね、ストーンズの他のメンバー的に OK なんですかね。だからね、アイドルグループなんで、他のメンバーとかみんなね、OK って感じないと、さっきのね、ジェシーみたいなコメントって出せないと思うんですけどね。だからね、これね、 京本大河とかね、許してんのかなどうなのかなと思うんですよね。まあ本当ね、これ大きなおっしゃるなんですけど、僕だったらね、嫌ですけれどもね。だってこれからね、28歳で登っていかなきゃアイドルなのに、どう、どうなのかなっていろ、いろんな意味でね、どうなのかなって思っちゃいましたね。あとにして、これちなみになんですけれども、これね、業界のスタッフの証言みたいなんで、結構あるのが、綾瀬はるかっていうと、本当にですね、性格がいいっていうふうによくね、出てくるんですよね。そして、これ本当ついでですけれども、対照的にガチでやばいって言われてるのが、これが、 石原さとみなんですよね。これもね、よく出てくるんですよ。た多分ね、僕はね、本当だと思ったんですよ。本当だろうなと思ったんですよね。そして、あとこれね、ちょっとついでですけれども、これなんとこれね、7月10日にね、綾瀬さるかに関して、こんな記事出てたんですよ。ちょっと読んでいきますね。気になる記事なんですよ、これ。まあ、さっきのつながるんですけれども、これがですね、今週には一部メディアが一般人の極秘恋人との電撃婚の可能性を指摘したが、番組制作会社のスタッフは語る。だからね、この一般人って書いてありますけど、これがね、もしね、 ジェシーだったらどうするって感じなんですけれども。で、スタッフがこう言ってます。40歳までに、ね、結婚したいと、週に語っていた瀬さんが、最近連続ドラマの仕事などをセーブ気味だとして、電撃婚の可能性を指摘しているのです。極秘恋人の存在の真偽は不明ですが、確かに最近、複数メディアがこれまで以上に、瀬さんの私生活をマークしているそうなんです。って言ってるんですよね。まあだからね、これ、やっぱジェシーが言ったからこれ、マークするね、そういった習慣者が増えてたんじゃないですかね。 で、これね、i サルからですね、最近ちょっと映画でですね、年にね、1本か2本映画に出るんだけれども、ただね、連続ドルマですで、ね、ここね、2年ぐらい出てないそうなんですよ。で、これがですね、すごいね、人気女優だから、仕事は多分ね、オファー来てるけれども、断ってるんじゃないかと。で、その理由が、そろそろね、結婚するんじゃないかって言われてたんですよね。ただこれがですね、他のね、芸能プロ関係者が言うには、これがですね、i サルからですね、多数の CM を抱えていて、もしね、結婚するんであれば、 それはですね、そこにね、その CM とかに変化があるはずだって言ってるんですよ。だからこの CM はやらないとかやるとかだと思うんですけれども、ただね、見てる感じだと、今のところそれはなさそうだって言ってるんですよね。まあ、そういった観点では。で、ただね、結婚はないにしても、先っちょっと注目されてたのが、この記事なんですよ。今年2月に、キ屋オンラインに掲載されたインタビュー記事で、だからね、アイあやさるから喋ってると。で、こう言ってるんですよね。家族や友達のように心を許せる存在が近くにいてくれるのって、すごくホッとするんですよ。 無条件で自分を応援して愛してくれる人がいるっていうだけでパワーが湧いてくるし、いろんなことに頑張れる気がしますって発言してるんですよね。だから、これがですね、ジェシーのことだったのかっていう感じですよね。いや、でもね、これ今ですね、否定してたのがなぜ今回は認めたのかっていうね。でもね、相手はですね、28歳の男性アイドルですから、なんかね、結婚とかするのかどうなのかってなんでしょう、これね。なんで今回だけ認めたのかっていうね。で、あとこれですね、ちなみにですね、 どうせこれね、ジャニーズファンから怒られるんですけれども、僕のチャンネルでは、ジェシーといえば一番ね、触れてたのが、両親が亡くなってしまった事件の、歌舞伎役者の市川猿之助さんの件ですね。で、あれでですね、やたらとですね、ジェシーが、そのね、市川猿之助さんと、やたらこう、お揃いのものとかつけたりとかしてて、ちょっとね、二人の関係どういった関係なんだろうって、怪しくないかってね、どういった関係なんだろうって感じで、よくね、僕のとこで取り上げてましたね。あ、あとね、もっと最近だと、霜降り明星星星やの、あの、似合わないクロムハーツの帽子だったじゃないですか。 あれを誕生日プレゼントとして送ってたのが自身だったんですよね。ちょいちょい出てたんですよ。以前からね。そんな感じなんですよ。そこと、綾瀬はるかがまさかのって感じなんですよね。すごいなっていうね。はい。そして、次の話題いきます。次の話題。これがですね、桜井翔なんですけれども、で、桜井翔がですね、フランスパリゴリンの日本テレビのメインキャスターに選ばれたっていうのは、前からね、何度か言ってると思うんですよ。これがですね、2008年から夏冬を合わせて9大会連続のキャスター起用なんですけど、もうすごいですよね。16年ぐらいやってるっていうね。 で、ただこれが、ちょっとね、最悪ですね、緊急で交番の可能性もあるみたいなね、そんなことも言われてるんですよ。で、これね、何かっていうと、もうなんかね、桜井翔が現地のパリで、まずいことになるんじゃないかって言われてるんですけれども、てかこれね、僕、ちょっとびっくりしたんですよ。何かっていうと、僕ちょっとね、勝手にですね、桜井くんにね、メインキャスターになったけれども、だから桜井くんね、現地に行かないと思ってたんです勝手に。でもね、確かにこれね、フランスパリに行くんだったら、まずいかもって、僕もちょっとね、この報道出る前に思っちゃったんですよ。 で、それが何かっていうと、まあね、まあそれはそうだろうっていうか、まあやっぱりって感じなんですけど、これがですね、やっぱジャニーズ問題なんですよね。ジャニー喜多川の性加害問題です、これ。これは関係してくると。で、今回ね、それがね、どんな感じでね、まずくなってくるかっていうと、これちょっと3つ紹介したんですよ。3つの事柄が絡んでくるんですよ。まずですね、1つ目。これがですね、去年7月のバレーボールワールドカップでありましたよね。そのね、バレーボールのワールドカップでは、フジテレビがですね、 ジャニーズを使うんだったら、もうね、うちはね、参加しませんって言った、あるね、国のチームがあったんですよ。で、それで結局ですね、決まっていた A グループの起用っていうのが消えてしまったんですよ。ジャニーズの起用が消えてしまったと。そういうことがあったと。そして、二つ目がですね、これね、さらに今回は、フランスのパリなんですけれども、これね、実際にですね、去年僕の動画でも紹介したんですけども、去年のね、2023年のラグビーワールドカップの時に、フランスの有名メディアのルモンドが、なんとこれね、なんとこの、桜井賞 名指しで批判したんですよ、これ。記事出たんですよ。ちょっとね、こんな感じでした、これ。これね、フランスのルモンドですよ。日本のボーイズバンドエージェンシー、ジャニーズ事務所の性的虐待スキャンダルは9月8日から10月28日までフランスで開催されるラグビーワールドカップの中で日本ラグビー選手の女子誌の一部となる可能性がある。日本テレビのワールドカップ杯中継のテーマ曲として嵐のブレイブが使われることにも触れたって感じなんですよね。だからね、まあだから、フランスのルモンドは ジャニーズのタレントを起用するのはやばいだろうって言ってるんですよ。しかもこれ、桜井翔ですね、名指しで言われてるっていうね。で、これ去年あったと。だからね、こんなことがあった桜井翔ですね、日本テレビは今度はね、そのフランスの現地にですね、派遣しようとしてるっていう。それで今ですね、死ぬ気かって言われてるっていうね。そう言われてるっていうね。 であと、じゃあですね、いつまでダメなんだ、いつまでね、起用しちゃダメなんだっていうと、これね、先月ですね、6月末に国連が発表した声明でも、それね、まあ、国連からするとなんですけれども、これからですね、ジャニーズがやってることっていうのは、こう、保証がね、満足ではないし、で、まだですね、全然ね、保証が進んでないってね、声明が出されたんですよね。だからまあですね、ル・モンドとしては、叩く材料になるっていうね、まだね、終わってないだろうっていうね。 まあだからね、これですね、現地のフランスで桜井賞がですね、現地のメディアから叩かれたら、もうちょっと相当ですね、罰が悪いというか、だからね、まあそれでもね、桜井賞を使うっていうのは、ほんとね、疑問なのが、一体これ、日本テレビね、どんな弱みを桜井賞に、桜井ファミリーに握られてるんだっていうね。もしくはこれ、桜井パパはどんなメリットを日テレに提供してるんだって感じですよね。いや、マジで。ねえ、すごいですよね。はい、そして次、ちょっとこれ。これついでなんですけども、ついでに紹介したのが、これがですね、 パリゴリンのメインキャスターのつながりの話題なんですよ。で、今回ですね、パリゴリン、フジテレビが起用してるキャスターに、卓球の石川佳純がいるんですよね。で、石川佳純ですからね、もともと人気があって、あと今ですね、もう現地に行ってるらしいんですけども、現地の様子をですね、こう、早くも伝えてるんですけれども、すごいそれぐらいですね、好評だそうなんですよ。で、なんかね、石川佳純これ、CM とかも多くて、で、スポンサー企業も12社いるらしいんですよ。で、それと対比で描かれてたのが、実はこれね、さっきのね、この、 石川佳す今回使った、さっき言ったですね、富士テレビなんですけれども。で、そのね、富士テレビといえば、実はこれ、前回の五輪では、そうなんです、これね。前回の五輪で富士テレビが使ってたのが、福原愛ちゃんだったんですよね。使ってたんですよ。で、これ、愛ちゃんもですね、かつてね、CM の女王とか言われていて、ただ先はですね、もうこれね、不倫からの泥沼離婚、そして子供の連れ去りで、もうすっかりちょっとね、イメージがね、悪くなったと。 それで今ですね、日本の仕事っていうのは、ほぼね、なくなってるらしいんですよね。で、僕もちょっとですね、これね、今、福原愛ちゃんっていうと、中国とかで、いろいろね、やってる感じなんしてたんですけれども、これがまさかの、今回のですね、福原愛さん、これね、なんとこれ、パリ五輪期間中、なんとこれがですね、中国のテレビ局でスポーツキャスターするそうなんですよね。まあ、そこまでちょっと中国行っちゃってるっていうね。はい、そして、ちょっとね、横道行きましたけれども、次はですね、これね、次はちょっと、24時間テレビですねで。ちょっとね、面白かったのが、これね、 鳥取県警が24時間テレビを潰しに動いたって今ね言われてんですよ。まあ、そう言われてんですよね。で、これがね、皆さんもちょっとね、ニュースとかで見かけたかもしれませんけれども、なんとこれね、鳥取県警がまさかのこのタイミングであのですね、系列局の日本海テレビで寄付金横領したあの事件を、なんとこれ、このタイミングで書類送検したんですよ。で、すごい数のニュースになってるんですよね。ニュース記事すごい出まくってるんですよ。だからちょっとね、タイミングすごいっていうかね、 でこれ先日ですね、やす子とかのランナーとかを発表したね、そのね、もう数日後に書類送検して、すごいね、すごい数のニュース記事になるっていうね、すごいなっていうね、なんかナイスプレイって感じですよね、鳥取県警いいぞっていう。<laughs> はい、ということで、だいたいね、今日はね、こんなとこなんですけれども、ああとちょっとほんと最後ね、ついでなんですけれども、ここからね、僕の趣味として、ニュース紹介なんですけれども、今これね、手越くんがちょっとね、かわいそうなことになってるんですよ。で、これ、ね、何かっていうと、日本で一番大きな格闘技の団体の、 ライジンってあるんですけれども、ここにね、朝倉美久留と平本蓮っていうね、その人気選手がね、二人が戦うんですよ。もう今週の日曜日なんですけれども。で、そこでですね、手越くんがこの試合を前にして、国家をね、成長してくださいって感じで、ライジンからオファーが言ったんですよ、手越く君にね。で、手越く君ですね、張り切ってですね、僕は格闘技大好きだし、すごく嬉しい、全力を尽くしますって感じで、まあ、それとですね、ツイートしたんですよね。そしたら、これが、まさかの、そのさっき言ったですね、戦う選手、 戦う選手二人いたじゃないですか。その二人ともがですね、二人とも、そんなですね、試合前に国家斉唱とかすると集中力途切れるから、そんなのやめてくれってね、訴えたんですよ。それで、まさかの、手越く君の国家斉唱なくなるっていうね、びっくりっていうね。これ結構ね、ニュースになってましたね。で、今ですね、手越く君のファンが選手二人に対してすぐ怒ってるんですよ。こんな感じ。格闘家二人が幼稚すぎてびっくりした。いじめられっ子自主退学に追い込むみたいで、見てて気分が悪いわ、とか、 格闘家ってそんなに偉いの。これまでライジンやあんたらに大して興味なかったけど、この件を聞いて大嫌いになったわって言われてるんですよね。まあだからね、選手2人が攻められてるんですよね。ただこれちょっとね、言いたいのが、これ攻めるんだったらですね、選手じゃなくて大会運営のライジン側なんですよ。で、これ多分ね、格闘技ファンしかね、わからないような背景があるんですよ。この試合って、この2人の戦いっていうと、チャンピオンを争う試合でも何でもないんですよ。わかります勝ったからって言って、チャンピオンベルトが手に入るとかじゃないんですよ。普通の試合なんですよ。 それを、このですね、ライジンの運営側が、二人がね、すごいね、人気選手なんで、それで、この試合をですね、すごい盛り上げたいと思って、ライジン側が、それで、なんかね、チャンピオンベルトでもなんでもない、おかしなベルトを作って、勝った方は、そのベルトが手にありますって、そこともしたんですよ。意味わかんないですよね。それで、そこともあるんで、国家聖書もするとか言って、手越君呼んでしまったっていう背景があったんですよ。で、まあ、そんな感じですからね。だからこれ、選手たちって言うと、そんなね、変なベルトとかいらないんですよ。 当然二人はね、チャンピオンベルトを目指してるわけで、そんなね、チャンピオンになる前に、そんな変なベルトいらないわけですよ。だからそうなるとね、これね、当然これもう、チャンピオンを決める試合でもないんで、国家ステもいらないって言い始めたんですよ。だから、そんな背景があったんですよ。だから、普通の試合なのに変なベルト使って、で、国家ステもをしようとした、大臣が変わるんですよ。でも選手たちってのは、だってこれね、チャンピオンの争いでも何でもないから、変だろってことでやめてくれって言ったんですよ。だから僕はね、攻めるんだったら選手じゃなくて、大臣の運営側だと思うんですよ。僕そう思うんですよね。 これね、僕もそう思ってたんですよ。なんか、チャンピオンを決める試合でもないのに、なんでね、国家選手するんだろうって、僕もちょっとね、疑問に思ってましたから、そうしたらなくなったんですよ。だから僕はね、亡くなって良かったなと思ったんですよね。ただ、本当にですね、手越くんはかわいそうなんで、だからね、次回またですね、大臣が大きな舞台の時に手越くんをね、呼んで仕事あげないとって思いましたけどね、染めました、これは。はい、ということで、今日はですね、こんなところでございます。